GG 佐藤の、はい、あの親父さんの会社がそういう会社で、はい、で GG に誘われてそこに行ったの、はいはい、あの給料やるから来い、はい、あそうなんですよ、ね、あいいっすよ、で俺結婚したからそのタイミングで、はいはい、困るじゃん金がないと、あの綺麗な方ですね、可愛い終わったね、あったもんね、あに2回あったよね、そうですね、3回ご飯一緒に、はい、そうね、可愛いでしたね、結婚したらもう1回ね、やっぱりもうめっちゃ美人でしたそうで一応収入がないとまずいじゃないですか、まあまあそうですね、ある程度金やるっていうから別にやりたいっていうわけじゃなく始めた、はい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 、はい、初めての仕事だよね、まあそうですよね、まあ、プロ野球も仕事だけども、はい、働いてるって感覚なかったの、なかったですね僕は、うん、多分それってもう多分ベテランになってから野球が仕事、そうですね、僕が野球の時に、まあ、これも多分僕の考え方が結構成長したと思うんですけど、僕はその昔はやっぱり僕が良ければいいっていう考え方で、僕が打てばいいっていう考え方だったんですけど、バッターみんなそう、これ僕の中の結構最終的な結論なんですけど、チームのために僕が何ができるかを考えて、でチームのためにできることをそっちに集中して専門的に やって結果、うん、あチームのためになったよね、あで個人の結果見たら出たよねみたいな感じで、うん、僕はスタメンが取れたんですよ、うん、韓国のプロ野球行っても、はいはい、だからそれってこれからなんか会社、まあ、会社に入っていく社員として入っていく上でも一緒だと思ってて、うん、その一つの会社っていうこのチームにおいて自分ができることとかやっぱ得意不得意あると思うんですよ、その中で自分が得意なところでじゃあこれをどれ何をしたらこの会社にとってプラスかっていうところを考えて、まずそれをやって、で結果あじゃあだろう営業だったら、あ営業成績増えたねとか、やっぱり営業の人って自分の数字をやっぱこだわってしまう、まあ、その気持ちも分かるんですよ、会社のために僕は営業をその会社にプラスになるために営業をしてます、うん、で結果僕の個人成績が良かったっていう考え方になると周りがついてきてくれるかなと思うんですよね、うん、僕はなんかそれがなんか韓国の野球ですごい学んだこと、うんうん、でまあそんな話はいいんですけどでその後は何をしたんですか、いや成長したなと思ったけども、あ僕ですかとかね、いや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 本質は変わんないから、そうそれであれだね、あそうそうそう、成績上がって、はい、自分より成績低いやつが練習しちゃったら絶対文句言う、はい、俺文句言う人間だからね、だから辞めたの会社、あなるほど、そう、もうちょっと話の続きだけども、はいはいはい、そこで初めてサラリーマンやったの、はいはいそうです、ね、そうそうそう、はい、サラリーマンっていうのは、9時から朝午前中9時から6時までは事務所にいなきゃいけないですよ、はいはい、ね。仕事があってもなくても、はい、月金で、はい、2年半やったんや、はいはいはい、2年半やった結果マジで向いてないんだ思うっす、えそれはその向いてないは2年半最初はいつぐらいに思いました、あ俺サラリーマン向いてないわ、えもう1週間で思ったけども結婚してたからやめられないわ、はいはいはい、特にやりたいこともないし、僕やっぱりなんだろう、もう星さんも野球を極めて今もうこうやって経営者になってるじゃないですか、うん、だから僕からしたらってかもうそのやっぱすごい人の部類なんですよね、うん、で判断力早いと思うんです、飽きっぽいんだよ、秋っぽいんですかね、秋っぽいんだ多分決めたらもう行かないと気が済まない、あお前と一緒だよ、はいはいはい、そうだろお前、そうかそうそうそう僕もそうそう多分そうよ、でまあその仕事をしてでもすぐ経営ですか、いやだからその本当はサラリーマンやった方が楽よ、まあ、まあ楽だけども、はい、もうなんだろう、意味ない時間の会社にいるっていう時間がもう苦痛で苦痛 で、はいはいはい、でずっと辞めたかったんだけども、はい、家庭があるから辞められない、はい、でも離婚したの途中で、はいはい、うん、でいつも辞めれんじゃん、そうですね、はい、でなった時にウェイになって、はい、でその時営業マンやってたから、はい、営業マンって仕事取るのが、ね、うん、仕事じゃないですか、取ってこないといけない、事務所でもしょうがない、はい、だからカバンにさタバコ全種類入れて、はい、で向こうのハウスメーカーでやり取りしてたから、はいはいはい、建設関係だからね、はいはいはい、喫煙所についてって、はい、その人のタバコチェックしてさ、はいはい、その人のタバコなくなったらこれっすよって渡して、はいはい、なんでわかんないんだよ、いつも見てますから、キャバクラ行きましょうよ、あ、はいはい、喫煙所でタバコ取ってキャバクラでクロージングの繰り返し、
へえ。そしたらさ、昼会社行ってる時間がないわけよ。はいはいはい、はい、取ってくるから数字だけ見るから黙っといてっていう。営業マンとしてはいいけど、組織の人間としては最低だよ、これ。まあ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 、そう、まあ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 、最低って言っていいか分かんないですけど、秩序がね、みんな9時から6時までいるので、はいはい、でもね、組織ないので、まあそうですね、で部長から電話かかってくるから、はい、何やってんのお前と、はい、え、寝てます、はい、昼ぐらいに、はい、飲んで寝てたのかなっつって、はい、いや今日夜アポあるんですって、はい、お前でも9時6時は事務所でダメだと、はいはい、まあそうっすね、まあまあまあそうっすね、え、今事務所に戻ってくるか、はい、辞めるかどっちかにしようって言われて、はい、あ、辞めますって言って辞めた、はい、そこで、あ、無理だと思って、はい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 、はい、なるほど、数字じゃなくてこの何9時6時に事務所にいるってことが評価の対象だとしたら俺は向いてないとされる、はい、ああなるほど、うん、だそういうところを明確に言えるっていうのがすごいですよね。もう僕になんか今の話を聞いて、まあ、本来なんか言葉的に合ってるか分かんないですけど、うん、やっぱ社会不適合者じゃないですか、まあ、でも最後の、うん、その一言で全部考え方が変わるんですよね、うんうん、あ、ちゃんと星さんは星さんなりにそう考えて、うん、こういう何そのじゃあ営業成績を上げるなら、うんうん、こうした方がいいっていうのを結論で動いたことが星さんの行動じゃないですか。そう、そう、決断力ありますね。貢献の仕方って人それぞれでしょ、はいはい、俺は数字だと思ったから、はいはい、とにかく数字を上げるから黙っといてくれと、はい、でもね、社員から見たらあいつ全然会社来ねえじゃん、はい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 、数字上げるのに、はいはい、俺らこんないつも事務所にいるの、はい、摩擦なんから良くないもんな、うん、あ、じゃあ辞めた方がいいなって、辞めた速攻で、はい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 、でしばらくニートしてた、あ、してたんですか、半年ぐらいニートしてて、はいはいはい、でその時にあれだ、ライオンズの先輩の、はい、すげえ仲いい人、栗山さんつなげたの、はい、栗山さんにお前整体師になれやって言われたの、はいはい、お前体詳しいじゃん、筋トレめっちゃしてて、はい、って言われたから、あ、終わりましたって言って、うーん、一番安心をして一番大好きな先輩に整体師になれって言われたからなった、はい、それで整体師になったんですね。そう、だから俺自分で見つけたわけじゃないの。なるほど、だから栗山さんは俺を見てて、はい、あ、こいつはこれは向いてると思ったんだ、はい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 、だからそう言ってきた。なるほど、わかりましたで始めた。そういう考え方もあるんですね。そうそうそう、で、まあ、整体だけで食っていけないから、じゃあトレーニングジムやりましょうね、はい、やってったらトレーニングジムに結婚相談所からうちの会員さん鍛えてくださいよって依頼が来たから、はいはいはい、聞いてみたら相談所俺らでもできそうじゃんと思ったから、はいはい、相談所も作りましょうねって広がっていった。なるほど、はい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 、そういうことだったんですね。一個つ一個つ、でもきっかけは先輩に一声、あともう一個最後、もう一個聞きたいのは、今そのジム経営やってたりとか、うん、まあ、整体師やる上で、うんうん、大切なことって何ですか、必要なことというか。接客スキル。あ、やっぱ接客スキルなんですか。接客スキルに尽きる。へー、マジで。正直トレーニング、はい、内容って全部決まってない？決まってますね。メニューって大体分かんじゃん、はい、分かります。誰が教えてもあのメニューも処方されるんだ。はいはいはい、整体の技術、学校行ったら全員身につくでしょ、うん、まあ、多少オリジナリティとかセンスが出るけど、はい、ある程度まとまるかな、はい、で、星の数ほどジムある、恵比寿に、はいはい、じゃあどう生き残っていくかって言ったら、ファンになってもらうしかない。うん、そうですね。でしょ、はい、だったらもう接客スキル、接客スキル。これに尽きる。事務経営は接客スキル。おー、格言。ポストだと思ってる、これ。格言出ました。事務経営は接客スキルだし。接客スキル、本当に。まあ、星さんの考え方で言うと、その子供の頃っていうのは、やっぱり自分の好きなことをやって、うん、それで将来を見極めた方がいい。うんうん、で、やっぱセカンドスキルとか、キャリアとかになっていって、行くのは、うん、周りからこうヒアリングをして決めていった方がいいんじゃないかっていう見解なんですか、ね、そう、俺はね、俺は、うん、なるほど、勉強になりますね。いや、僕サラリーマン今、うん、2ヶ月目なんで、うん、すごく勉強になります。勘違いしちゃいけないのが、みんなやりたいことを仕事にしようとするんだよ、はい、あー、なるほど、これが地獄の入り口だ。また格言出ました、うん、やりたいことを職業にするとこれは地獄らしいです。野球苦しなかった、プロ野球。いやでも、あ、1、2年目は苦しかったっす。苦しかったっす。プロ野球入って1年目 の, あのルーキーとかいいのよ、インタビューで。キャンプの時に希望しかないです、ね。野球楽しいっす。得意なの何ですか、バッティングですって。はいはいはい。5年目ぐらいになってる。得意なのバッティングですって言えないだろ。言えないっすね。こんだけ苦しいのもあったら、はい、うん。で、どんどこまで押してちょっとずつこう楽しみを見出してみてくださ。はいはいはい。7回失敗するスポーツよ。あ、そうですね、うん。3回しか成功できない。そうすると3回成功すればもう1億円。はい、はい。
で失敗のスポーツの中でいて楽しくないよね、これは、うん、でもこう充実感はあるよ、もちろん、はいはいはい、だからそれを仕事にするって相当しんどい、多分普通の人のメンタルじゃ無理だ、はいはいはい、だからやるべきこととやんなきゃいけないことは別なの、はい、やるべきことは趣味、はい、やんなきゃいけないことが仕事、はいはい、やんなきゃいけないことが他人から言われること、なるほど。